トレーシングペーパーとストリングライトを使って作る光の形組み立て編です。土台にパーツをつけて作品を完成させましょう。パーツをつけるにはセロテープをたくさん使います。短く切って筆箱などに貼っておきましょう。付け方1は土台に引っ掛ける方法です。飛び出しているストローやワイヤーにパーツを引っ掛け、端をセロテープで固定します。セロテープは正面から見えない場所に貼りましょう。付け方2はパーツを差し込む方法です。パーツのストローを斜めに切って土台のストローに差し込みましょう。この方法はトレーシングペーパーを細く巻いたパーツにも使えます。大体の形ができたらライトをつけて全体の光具合を調節します。このパーツは真ん中に穴が開いているので、ライトの端をストローの中に差し込むことができます。もちろん土台にセロテープで留めて固定することもできます。特に光らせたいところはライトの部分をセロテープでパーツの根元に貼ります。付け方3はセロテープを輪にする方法です。セロテープで作った輪をつけて台紙やストローに貼ります。付け方4はパーツでワイヤーを挟む方法です。2つのパーツにセロテープの輪をつけ、ワイヤーを挟むように貼ると大きなパーツでもしっかりと固定することができます。付け方5は小さなパーツをワイヤーに貼る方法です。セロテープをワイヤーの向こうから当て、テープが隠れるようにパーツを貼ってワイヤーに固定します。ワイヤーを曲げて貼ることもできます。正面から見たとき、土台やセロテープが見えないようにすると仕上がりがきれいです。誰でもボックスを用意しておくと、残ったパーツを入れたり使いたい人が持って行ったりして材料を有効に活用することができます。出来上がったら薄暗くして光の形を楽しみましょう。また作品は持ち帰る前に写真を撮ったりコマ撮りアニメなどにして残しておきましょう。